はい、こんにちは。今日はね、お弁当じゃんけん負けたからとかも、最近ずっとじゃんけん負けてる。今日もね、メイクじゃんけん負けたし、ラーメンじゃん、今日ね、ラーメンが出てたのとかも絶対食べたいと思って、だけど負けた。もう悔しい、本当に。絶対にみんな一つ一つ大切にラーメンを食べてほしい。マジで悔しかった。私チャーハン食べてます。あんかけチャーハンみたいなやつ。ユニフォームじゃないです。もうほんとラーメン悔しい。東維新くんありがとう。ブッブーって聞こえる。スルール聞こえる。ずっと負ける。すら閉められへん。チャーハン、あんかけ、あんかけチャーハン、あんかけチャーハン美味しいな。ん、めっちゃラーメン食べたくなってきた。じゃんけんね、運使いすぎたかも。この前の、ね、おとといの公演で、女子高生やめられないっていう、アウトロでじゃんけんをする曲があるんですけど、そこでなんとヒリウル公演で2回公演があって、2回じゃんけんする機会があったんですけど、両方勝つっていう、10人中10人いる中で優勝してしまうというね。それで運使い果たしたのかも。ほんまに悔しい。ラーメン、もうめっちゃラーメン、今日はラーメンって聞いてシャーと思って、もう本当に悔しい。でもやっぱ すっぴんですよ。こんな口に色ないんだから、眉毛もないし、当たり前にすっぴんですよ。今日9期生とさくらさんと弥生さんです。
口に色がない理由、やばい、夢に色がない理由的な、口に色がない理由めっちゃおもろい。チリチキン見てありがとうございます。 Thank you。 やばい、眠い、寝たい、寝れない。あ、これについてる。え、ついてなくない？ついてないです。ついてないよ。影ついてないです。こうだんだんお腹いっぱいになってくると、だん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 眠くなる。ほんまに眠くなる。やばいやばいね。どうする？めっちゃ眠いねんけど。やばい、騒がしいね。いい、素敵。やばい眠い、どうしよう、めっちゃ眠い、寝れない、寝る時間ない。うん、寝る時間ないね。15分も寝れない。誰の笑い声でしょう。うん、眠い、やばい、待ってます、眠い、やばい、これは寝れるぞ、えぐい。何にもない日なら寝てたな、この眠さは。え、待って、今日何時間睡眠できるかな。明日早いっけ。うん、すごい、みんなクヨタンって言ってるけど、さっきの笑い声はレーニャですね。誰も当たってる人いなかった。レーニャです、あの笑い声は。残念、皆さん。やばい、でもこのご飯をすべて食べきってしまうとイカ水なので、公演の時にお腹めっちゃ出てるアイドルになっちゃうから、あんまり食べない。書類落ちれいに、やばい。え、レイニャ来た。あ、レイニャ来た、どうしたの。めっちゃ可愛いやん、髪型。え、やろう。ちょっと見して、見して。悔しい。もう一回見して。見せる。まだ、はい。ちょ、後ろ向いて、後ろ向いて。あ、これは？ここ？え、そう。ちょ、ちょ、ダメだ、ダメ。これはネタバレだから。え、見て。ここ？ここ？住所みたいになってる。あ、し。で、見てこれ。めっちゃ可愛いね。あ、ここもね、なってるんや。そう、今日髪型可愛いよ。めっちゃ可愛いこれ。やろ？え、またやり？無理か。いける、ギリギリ、いける、絶対。ゆめちゃんもできる、これ。え、できるかな？こっちしよう。構造が難しいやけど。うん、まあ、皆さん楽しみにしておいてください。そうな、お腹出ちゃうから。そう。太ってるって思われたくないし、でも私イカ水とかめっちゃお腹出んねんな。私はもう基本的にもう本当に髪型は全部お任せでやってるので、自分では一切決めないので、決めません。だからもう本当にメイクさんに全任せしてるから。
メイクさんもいつも考えてきてくれてる。もう一回リベンジさせてとかって日ある。そう、イカ水やねんな私。だからね、ホノピーと私はもうイカ水レベル100だから、2人ともご飯食べて立ち上がった時のお腹の出が尋常じゃないから、もう本当にそのイカ水の下に手添えて電車乗ったら席を譲られるレベル。何パターン目？写真フォルダとか作ってますか？作ってません。何パターン目？でももう10パターンくらいってそうだけどね。うん、もう10パターンくらいやってると思う。すっぴんすぎる。しかもさ、ライトとかがないからあまりにもすっぴんすぎる。やばい、これ以上食べたらダメな気する。だってもうすでにお腹が若干ちょっとやばい気する。ちょっとだから一回あんだけ食べる。で、見てだんだん髪の毛が伸びてきてるな。あ、でもこう固定ヘアでもこのくらいの長さのとこあったか。でも言って結構、あ、そろそろ切らなきゃいけないねって時期くらいの長さ。今こっからだよ。ヨシミンのメイク何番目？え、ヨシミン何番目だろう。え、ヨシミン何番目だ。え、わかんない。辛くなるだけ。やばい、寒い。上着持ってくればよかった。めっちゃ寒い。普通に半袖はバグ。え、やば。今日は私なんかね、じゃんけんいつも負けるから、メイクの順番じゃんけんで決めてます。じゃんけんいつもさ負けるから。ああ違った。お疲れ、バイバイ。チヒルだった。ヨシミンかと思ったら違かった。ヨシミン配信できるかな。さっきまで練習してたからどうだろう、微妙。私もいつもじゃんけん負けるからさ、メイク3番目か4番目でいつもギリギリやねんな。15分くらいしか時間がないねん。その髪の毛やってもらってっていうのが全部合わせて15分しかないね。やばくない？普通になんかいつも前髪とかあんま気に入ってない。たまにメイクさんとかにはめっちゃ綺麗だよって言われるけど、自分で気に入ってない時ある。たまにそれで出てる。いつも時間がないから悔しい。ほんと寒い。手めっちゃ寒い。私ね、末端冷え性なんです。泣き泣き。寒い。やば、冬って感じする。はーとか言って、はーはー、寒いね、本当に。え、べ、危ない危ない。あ、15分経過した。13日目だって。めっちゃ良くない？続きました。やった。じゃあちょっともう私も急いで準備するので終わります。壇上見ます。13位ワイチさん、12位ハスキーさん、11位チアキ、10位ユリイカさん、9位イニシャル D ちゃん、8位イノさん、7位冷やしカレーさん、6位終わりなき旅さん、5位サツキさん、4位あーいつも読めない人ごめん、ソーラソールワワ
ちいらさん、3位野原慎之介のすけさん、2位かぶとさん、1位あずま一心ということで、皆さん今からでも公演まだ間に合います。当日券ありますので皆さんぜひ遊びに来てください。